皆さんこんにちは、シトです。エドセポネです。今回は9月19日から浜名湖で行われるプレミアム G1 ヤングダービーを追いかけていこうと思うよ。でもただ勝てても面白くないんで、こんな企画を設けてみました。ズバリ、男なら黙ってかけろ一点張り。すごいね、これ3連単一点張りのみってこと？そう、まさに120分の1を当てるゲームです。まあただそれだと厳しいから、それぞれ1点ずつ買って合計2口ってのはどうかな。で、勝ったら山分けってのは？そうだね。じゃあそれで乗り打ちってことでいこう。それではご覧ください。やっときました、準優勝戦。準優勝戦楽しみにしてたよ。そして視聴者の皆さん、お気づきかな、今日いきなり10レースから始まってるっていうことは、そう、その通り当たってないよ今のところ全部外れてるからね。そうですね、気を取り直して、はい、準優勝戦ですから、はい、回目は でこれで、そうだね、回目は俺が何だっけ、312だ。312ね。はい、首都君は213。213、はい、はい、あの君期待。なるほどね。でも今日さ、あの1が逃げれてるじゃん、ほぼほぼ。そう、逃げ祭りだけど、でもやっぱり準優勝戦はちょっとしたあれはあると思うから。そうだね。こっから少しずつインが入らない出目になるだろうなって思って、うん、まああれだよね、結構緊張するからね、やっぱりプレッシャーっていうか。いやでしょ、もうこんなのプレッシャー祭りでしょ。1から9レースまではなんかちょっとあれじゃん、あの、まあ、うん、ちょっと気が楽というかさ、あのこの今出走してるメンバーたちに比べたら、ね、そうだね、うん、緊張感ちょっと違うからね、うん、この人たちはもう明日優勝できるかどうかにかかってるし、そう、自分たちの未来がかかった一走だからね。しかも2着以上に入れないといけませんから。そうそうそう、基本的な条件として、そう、明日の優勝戦に出るには2着以上に入れないとダメっていう。はい、枠なりで出ます。はい、来たよ、ハノ君、行ってくれ。あ、ハノ へ込んだんじゃん。ハノ へ込んでんじゃん。ダメだ、3来ちゃった。あ、まくれ。はい、終わった。そうです、そうです、上条。あ、さすがにこれは終わったでしょ。上条、あ、4行った。誰4、誰、木下。木下さん、うわー、木下じゃん。全然もう眼中になかったわ。てか、ハノマジで先般だろ今。え、どこ行っちゃったの、ハノ選手。ハノ今連帯に絡めんのこれ。兄ちゃんも無理じゃね。あ、来た。あ、来てる来てる来てる。あー、でも微妙で、あ、来てる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 。連帯には絡むというか、2茶までには入りそうな。マジで4かよ。いきなり4か、これやばいね。てか、あれじゃない、ハモ君もしかしてちょっと狙ったんじゃない、これ。どういうこと？その遅れて先行かしてごちゃつかせて自分がこう綺麗に入ってくる、あーっていう新手の戦法、わざとスタート遅らしたみたいな。そう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 、っていうのをなんかみんなこう息バッていっちゃうとさ、結構まあぶつかるからね。そうで、今日すげえ音、もうすげえ。あ、2茶はでも守ったね。あ、1椎名さんも来てるわ。でも椎名さんダメだったわ、いい枠番取ったのに。うわー、椎名さんダメになった。椎名さん乗れません、優勝戦は。うわー、え、トップだよね。トップじゃなかったっけ、椎名さん。椎名さん確かトップだ。だから中谷さんか。あ、中谷さん、そうそうそう、でも結構いいとこつけてたもんね。うわ、もったいね。やっぱ1コースプレッシャーすごいんだろうね。すごいね。自分にどれだけの人間がかけてるんだって思うと、やっぱ俺だったらちょっと放棄するもん、試合怖くて。本当だよね、うん、やっぱり外枠の方、中枠とか外枠の方が気が楽っていう、気が楽に自分を出せるみたいな。なるほどね。うわー、これハノ君のあれですよ、ストラテジーですよ、ストラテジー勝利。まあ確かに実際これで優勝戦は乗れるからね。そうだね。うわー、やりますな。全く面白くねえな。あー、なるほど、ちょっと荒れたね荒れた。木下さん来ると思わなかったわ。ってことはこっから多分荒れると思うんだよね、この先。はい、というのを踏まえた上で次行ってみようはい、わかりました。動画の途中にすまんの。もしこの動画が気に入ったらチャンネル登録のボタンをポチッと押しておくれ。無料じゃし、ニューウェブの最新の動画がいち早く見ることができるぞい。よろしくな。
今回あれだよね、女子対男子っていうか女性対男性みたいな感じで、そうだね、てかよく3人残ってきたよねここまで。いやもうすごいよね、うんうん。まあ、ちなみになんだけど、はい、俺そもそもね、ちょっとフェミニズムとして言わせてもらうけど、はいはい、女性をピンク男性を青みたいな感じにしてるのがすごくムカつくんだよね。あでなんか、まあ、確かにね、女性の写真とか全部ピンクでしょ背景とか、はいはい、どうなのっていう、女子だからピンクにみたいな、なんか昔ながらのちょっとこう、はい、考え方だよね、ちょっとなんかねフェミニズムの俺としてはなんかこうあれがなんかね、はい、引っかかるものがあるんだよね、ピンクを使うっていうことで、女性だからピンクみたいな、はいはい、うん、やっぱこれ、うん、やっぱこのレースってやっぱこうなんかね今の社会をこう凝縮されてるっていうかさ、まあ歴史が長い業界だからね。そうだね、昔からこういう分け方になって、ま、でも最近男子だとグレーみたいなんであるよね背景。まあね、女子ないのかな、もう一種類。うーん、どうだろうね。でもまあ今回こうやって、まあ、中村桃子、大山千尋、小野瀬なってきたじゃん、はいはい、やっぱこれはねやっぱあの今のこの女性の強さ、そうだね、うん、特になんか女性がこうトップに立つみたいな。君ずいぶん社会的な人間だよね、うんうん、え君改名なんだっけ。僕そんな話を聞いてからあれなんだ早く言いなさい、レース始まるから。146です。146男性しか勝ってない。俺は523だよもちろん523です頑張りなさい小野さん、頑張りなさい、ちゃんとあなたできるんだから男の力を見せて。あれ小野さん、小野さん落ちてます。おい小野、お前何やってんだおいちょっと、あれ小野さんダメじゃないですか。おいね、もうダメじゃん。うわ普通だよ。146146、あー残ってる残ってる、はい、いったんじゃない、大丈夫、いったんじゃない。うわこうやってまた男性社会がこうやってね146あるよ、牛耳っていく感じでしょ。146全然あるよまだ。とりあえず14になれ、とりあえず14になれ。あー6ダメだー、6ダメだ。春園さーん、はい、春園さーん、いいよ、はい、あ、OK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 、 あーダメだ、よしよしよし、中村春園さんもダメだ。もう中村か大山ちゃん、うん、いいわよ、そのまま行きなさい。まあ大山さん入ってんじゃん、いいわね。これ見なさい、この3連単。まあちょっとあの席が残ってんのはちょっと、ちさん何、ちさん今2位はね、ちさん2位か。まあ、ちょっと席が残ってるのが私はちょっと納得いかないけどなんで女区長になるのそれあ、また出た、ほらケツ触るやつでしょ北山君、またほら出た出たケツ触るってなんだあ出たよほらね、今ちょっと動揺したじゃない、絶対今動揺したもん中村もんか。確かにちょんちょんってやってたもんね。そうそうそう、ほりほりって言って、でも誰が残ったの？あ、でも今あれか、1、4、あーちひろちゃんいいわよ、はい、1、3、4か、いいわね、逃げた逃げた、1、3、4、魔の手から、男という魔の手から逃れた、まあ、当たんないけどもうこれでいいよ、うん、順位に乗れるから。このままいったら大山さん女子、あーもう明日大山全然だな俺大山全然最終レース、うん、最終レース大山全然もう間違いない。今ここでもうあれ俺言っとくよ、前日投票する、うん、そう前日投票いいね、なるほど、まあまあ外れたけど、うん、大山さんが残ってくれたっていうのがね、まあ確かにね、そうだね、俺買ってないからもうあれだけどさ、お前男しか買ってなかった、男しか買ってない、お前みたいなやつがいるから社会がこう発展しないんだよ日本の社会が特に何も意識しないで買ったのこれは別にそういうテーマがあるんだったら言ってくださいよさあ当たらないまま来ました、最終レース12ラウンド浜名湖12レース準優勝戦。もうごめんごめん、そういうテンションないねもう疲れてる。諸君の回目はこちら、はい、235です。235佐藤翼、安子師匠、間違った、佐藤翼、松尾充、安子師匠で行こうと。なるほどね、中谷来ねえと、中谷来ないで、もう今日荒れてるから、もうまあね、うん、もう荒れてるからこれ荒れるよ。やっぱ緊張感あるとみんなこうあれなんだろうね、うん、なんだろう、1コースが弱くなる説あるんだろうね。あるでしょ、うん、中谷さんは飛ぶ、そうだね、24歳という若さで、うん、あれこれを出ると。だ佐藤翼もしかしたら最後じゃない、今年ヤングダービーって。誰？30歳だから。あ、そうだね、最後だ。松尾さんもか、
松尾さんも最後だ、ね、30歳までだよね。そうそうそうそ う, そ う, だ,、ね、だから俺は松尾を頭にしました。あ、なるほどね、うん、312です。僕は松尾、中谷、佐藤翼か。お前フェミニズムのくせ森谷さん入れてないんだ。本当にクソだよ。さっきの全部撤回しろよ。森谷さん頭でしょ普通に考えたら。ちょっと、ね、いや森谷さんもあの欲しかったんだけど、いや確かに買おうと思ったよちょっと。それはでもなんやかんやね、金に目がくるんだろ。いやでも荒れると予想しての312、ね、うん、期待はしてるけどってこと。広く買えたんだったら4000だよ。お前1点買いだったらさ、もう312しかねえなっていう。ちょっと見てたんさ、これ森谷さん遅れるから。そんな遅れてねえな、やばい、ごめん、あるんじゃねえか。森谷さんごめん、俺が悪かったかもしれない。あるんじゃねえ。あ、絞った。あ、やばい、森谷さん、あ、森谷さん来る。翼いけ。あ、翼ダメ。マジかよ。1、2飛んだじゃん。3だ。おい松尾満だ。おい、ちょっと1来て。3頭じゃん、3頭じゃん。1来て。うわ、でもダメだ。1届かねえだろ。3、1、2だ。もう、あー、もうダメだ。え、何これ、3、4、5? ちょっと。大山さん残ってるよ。大山さんじゃない、間違えた。森谷さん残ってるよ。うわ、あ、飛ばされた森谷さん。あー、出た出た。あー、やばい。なんか、1と5、1と5変わんないかな。1と5なんか変わんないかな。3、5、2か。なんか浜、まだね、わかんないんじゃない。なんか浜名湖の奇跡みたいなないの。こう3、1と5は。お前にとっての奇跡でしょ。他の関係関係ねえから。3、5と1、なんかこう、シュインみたいな感じで。3、5、3、5。うわ、俺1着、俺1着と3着当たってたよ、しとくん。マジ？うん、3、1、2だから。あ、そっか。なんで安コーチ外したの？買えないでしょ、安コーチくん。安コーチあるでしょ。だって森谷さんの後ろだよ。ブリブリに調子良かったって。F1 持ってたし、なんか来ないかなと思って。うわー、これはこれ多分あれでしょ、352でしょ。352だね。25,300円。25,300円。こういうの当てれば1点張りでもね、一瞬でまくれるからね。25,300円。こっちを見ないで買って、こういうのを1点張りで当てたいわ。うわー、じゅるりとくるわ。松尾さん強えな。よだれが出る。松尾ブラザーズから始まったこの大会も松尾ブラザーズがちゃんと乗ってきちゃうじゃん。僕たちのね。それかっこ僕たちのだけど、はい、うわー、ちょっともう今日も当たりなし。今日も当たりなし。まあ俺の中で唯一嬉しかったのがあれだな、千尋ちゃんが、大山さんが入った、ね、そう、大山さんがね、あの明日の優勝戦に乗れたっていうことで、ね、明日の優勝戦の一応1号艇から関、うん、松尾、うん、木下、羽野、うん、で大山、安コーチというふうな感じですね。なるほどね、わかりました。まあじゃあちょっとこれはもうさすがに大山さん全然でしょ。いや、関全然だな。金かよ。じゃあまた最終日よろしくお願いします。